売れるホストの特徴ということで、はいはいはい、上に来る人もうマジの本当すごいトッププレイヤーってな、お前にはお前にしかできない向かい方をしていけよって言ってるんです、うん、せーの、お疲れです。皆さん聞いてください。はい、今日僕は脱毛行ってて、はいはい、あれバカ痛いんですよ。で会議してまして、冬月グループのご偉い人だけで、俺今日撮影やめよって言ったんですよ会長にただやっぱストックがあれだからって、ストック今回ねゼロ、はい、うん、だからちょっとね今もう顔が痛いんですけど、痛いっすよね、痛い、はい、でも清潔感あった方がいいですよね。はい、確かにこの人あの下もやってますからね、下半身も。そうなんですよ、評判いいです。僕はやってないですけどね、まあちょっと検討中ですね。はい、はい、というわけで今日のお題は、はい、売れるホストの特徴ということで、はいはいはい、専門分野じゃないですか我々の。そうですね、もういろんな子を見てきたんで、さすがにもう分かるっすよね、あこの子売れるなとか分かる、一目で一目で分かる。会長じゃあ一つ出してください。一つ、まず一つずつ出していきましょう。ああそういう感じしますか。はい、まず見た目で、見た目はまあいいに越したことないんだけど、はい、清潔感がある見た目、取られた、もう次言おうと思ったんですよやられた。清潔感のある見た目、やっぱもうどんだけイケメンでもなんかベタベタしてて髪洗ってんのみたいなんとか、めちゃくちゃプリンですやんみたいなんとか、例えばなんだ服とかヨレヨレですやんだったらちょっとモテない感じになっちゃうから、なんかまあ本当に小綺麗にしてるっていうのはまず最優先。でもみんな最初ホストを始めた時お金なくてちょっと服ヨレてるじゃないですか、うんうんうん、でも伸びてく子ってなんか清潔感あるんですよね。そう、そういうことです。肌とかね、肌とか髪の質感とかで結構決まりますよね。決まる決まる。が一つ目。一つ目ですか。うん、見たらけどどう。僕はもうホスト始めてすぐにどうしたら送り取れますかとか、はい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 、どうしたら指名呼べますかってめちゃくちゃ聞きに来る子ですね、はい、なるほど。なんかねちょっとパフォーマンス聞きに来るやついるんですよ、 2,3 回ちょっと聞いてコビ言っとこうみたいな、うんうん、そういうやつって 2,3 回で止まりません。うん、本当熱意あるやつはもう何十回と聞きに来るんで、そういう子は絶対売れるっすね。なるほど。クドシンとか、うーん、本当典型的なそんな感じでしたね。俺じゃあ3つ目、はいはい、3つ目は、はい、意外とこう中高生の時に なんていうかモテすぎたりとか家庭が裕福すぎたりする子は売れない要素が強いなと思ってるから、まあ程よく何かこうコンプレックスがあったりとか、程よいね、めちゃくちゃめちゃくちゃのコンプレックスだと多分ホストやろうと思わないんだけど、ちょっとしたコンプレックスがある子の方が売れるっていうか、なんかまあモテてたけどいつも2番だったとかで、自分は手に入らないけどそのなんか何もせずに手に入れてる人が周りにいるような人の近くでいた人とかは売れやすいイメージがある。悔しさをその時に結構感じてるからみたいな。あー確かに確かに、うん、ホストってモテるんですよやっぱホストになると、うんうん、女にはもう本当出会いには困らないんですけども、うん、あれですね、モテすぎた人は、うん、あれか何とも思わないんでしょうね、ホストになっても女の子が寄ってきても。そうだからなんか頑張ろうってならないんですね。頑張ろうってならないし、昔と変わらないってなってなんかなんていうのかな、ホスト楽しいってならないんでしょうね。ならないんだと思う。みんなちょっとコンプレックス抱えてますね、うん、確かに。これ3つ目です。あなんかあれある気しません、うん、運も持ってるというか、うん、なんかこうやる気出し始めたりとか、なんかのきっかけがあった時に、はいはいはい、こう熱いお客さんとこうパッと出会ったりとか。ああそういうことね。そうまあまあ彼らのその諦めない努力が引き寄せるんでしょうけど、うんうんうん、頑張ってないとその運が舞い降りては来ないけど。そうなんですよね。あいつ運いいなみたいなのは結構あるよね。そうっすよね、上に来る人もうマジの本当すごいトッププレイヤーって運も強いですよね。強い、引き強い、引き強いっすよね、うん、いきますここ5つ目。はい、5つ目はあれ、流行りに敏感。どう？敏感。敏感だよね。はい、でなんか変わってない人って売れないイメージがあって、まあ一時売れててもそうそうそこで、ね、そうそこで止まっちゃうから、なんか流行りに敏感で、あそれ何みたいなことをどん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 なんていうのか自分に取り入れてる人っていうか、そういう人がやっぱ誰よりも先にやる人って結構モテやすい、売れやすいみたいなイメージがある、感度が高いっていう。ああ確かに確かに。まだありますか？あります。はい、じゃあ6個目。これめっちゃいいこと言いますよ、はい、同性に好かれる。確かにそれもちょっと売り上げ上げるやつって
結構こう仲間内だったり後輩に嫌われてたりするんですよ。でも本当にすごい人って結構同性からも好かれてたり、同性と遊ぶ時間も多くて男受けがいいというか。確かに、なんかめちゃくちゃ売れてる子って逆になんかそういう女の子と一緒にいますとか、お客さんと一緒にいますっていう時間より、なんか男の子でワイワイやってる時間の方が多い気するよね。確かにそれあるね、はあ、あの子なんでそういう遊んでばっかりいるのに売れてんだろみたいなあるもんね。心綺麗とか、うん、抜群に男受けいいですね、うん、僕の子を見てる中で言うと。あとほら結城潤とかも、はい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 、やっぱみんなに好かれますね男に、うん、シャミオくんとかも確かに同性受けいい、ね、同性受けいいですよね。まあ、独特な世界観持ってるしね、シャミオもね。だから上に来る人ってやっぱみんな疲れてますね、うんうん、共通点かもしれない。ああ2、3ちょっとの売り上げだったら、うん、別に関係なくついてくるんです、ちょっと顔がいいとかでも、うん、でももっともっと上の方に行くとやっぱ、うん、本当に芯から優しい人じゃないとその売り上げを売り続けられないんじゃないですかね。うん、確かに確かに。7つ目いきますか。あるんですか。これはね、考えてたでしょ、今トーク中考えてたのと、なんなら一番言いたかったやついつのタイミングで言おうかなと思ってた。ああ、来ました来ました。で、はい、これ前のなんかどっかの動画でも言ったんですけど、はいはいはい、やっぱ相手に興味持てる人がやっぱ売れるっていう、ただシンプルに本当にそれ絶対今考えたやん。そうそれ絶対今考えたやん。シャミオのシャミオくんって僕は言って考えたじゃないですか。いや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 、もうこれはもうとっておきで残してたから。まあ言ってたんですよ、うん、あのミオくんは個人をこう見抜く力がある、うん、あるね、個別化スキルっていう、個人に興味をちゃんと持ってるみたいな、うん。でそれでも本当にシャミオとこう水戸夏は本当にそのスキルあるなと思って、一人一人をちゃんと見るっていう、なんか全体を見るんじゃなくて人対個人としてその人がどういう長所があって短所があるんだっていうところでしっかり長所を伸ばすスキルがあるみたいな。そう、それでもこれプライベートでも言ってくれてたんですよ、うん、ミオくんと水戸夏はそのスキルがあるみたいな。そう、でもそれはでも他の人ってなかなか持ってないのよ。みんな平等にフラットな目で見たり同じ人だっていう風な目線で見るんだけど、だから女の子もこの子はこういうこと子なんだなとか、こういうことされると嬉しいだろうなとか、こういうことが好きなんだろうなとかっていうのを見抜ける力、どういう性格なんだろうなとかっていうのも見抜ける力があるっていう。めっちゃ大事。うん、でもこれできる人ってほとんどいない、うん、で本当に男ベースまで全部含めてできるのは俺の中ではこうシャミオとミトナツだけしかいない。でも言ってました一つだけ、うん、この人言ってたのは、うん、そのスキルを持ってるのは、うん、ミオくんとミトナツと俺なんだよねってプライベートで言ってました。そこ C じゃない。あと一個、あ、でも頭の回転早い人は多いっすね、うん、なんか会話もこういいペースで途切れないし、こう黙ってる時は黙ってるし、うん、それもある。だからバカな子はこう、うん、中身がないからウェイってこう盛り上がるのに終始して、うん、まあ、結局酔っ払ってその仕事後とかのクオリティが低いから途中で止まっちゃうんですよね。わかる。だから頭良くて酒に頼らずこうその場を楽しませるというか、うん、そういう人が強いですね。やっぱり長く売れてる人はそういう人、うんうん、これ無限に出てきそうだけど。出てきそう本当に、うん、8個目いくこれ。いや今ので8個目なんで、9個目で締めましょう。9個目で締めます。切りないっすわ。やばいよ、はい、売れるホストの特徴、ヘルプと指名の接客の仕方をしっかり切り替えができる人、これが絶対売れる。同じ接客やってる人ってあんま売れてる人って見たことないよ。絶対売れない。売れないよね。売れない。ヘルプみたいな指名の接客してる人って売れなくない。うわ、なんかヘルプしてんのこれと思って、なんか簡単に言うと自分が指名なのになんかお客さんのことをこう楽しませようとしてる人はあんま売れないイメージがある。そう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 、うん、それヘルプの仕事じゃない楽しませるのって思っちゃう。本当に売れてる人は1年ぐらい付き合った後の彼氏みたいな佇まいで隣に座ってますね、うん、あ、そう、ドーンと落ち着いてるというか、そう、無理に喋ることもないし喋りたいことだけ喋るしみたいな、うん、で売れてる人ほどそんな態度をできるのが早い、うんうんうん、もう 2,3 回目ではもうそういう佇まいになってるだし、しかもそれ売れてない子にこれ説明してもなかなか理解してもらえなくて、いやいや、なんで楽しませようとするのって言ってたら、いや楽しませたらまた来てくれるかなと思ってて、それヘルプの仕事だよって言っても何回言っても結構治らない子の方が結構多いのよ。センスがないんですよ。そう、センスがね、なのかね、あれは。だからお前にはお前にしかできない向かい方をしていけよって言ってるんですけどね、うん、ですね、9個出ましたね。いや、でも全部当てはまってたんじゃないですか。うん、
でこれをこうなんか自分の担当さんとか今気になってる ホストさんに当てはめていって、まあ、当てはまれば当てはまるほど俺はすごいいい担当さんだと思います。そう、絶対仕事めちゃくちゃ仕事できだと思う、うん、逆に全部できなんかいいやつ示してたらどう？あ、もう切った方がいい、切った方がいいし、多分自然と切れちゃうけど、自然と切れるし、うん、もうあの使ったお金が無駄になるまであるんで、うんうん、でもそういう人たちだったら使った分だけその人がどん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 上に上っていくから、まあ応援のしがいもあるんじゃないかなと思いますね、うん、そうだね、そうだ、まあっていう感じで、まあこれが全部当てはまってれば当てはまってるほどすごいいい担当さんだと思うので、まあ、そういう人に出会えたら大事にしていきましょう。はい、というわけでお疲れでした。